開幕投手に、暗雲、巨人、菅野の異変にチーム内、おかしい。2月28日のヤクルトとのオープン戦で、3回を6安打3失点。直球は、140キロ台そこそこで、自慢の制球、変化球も精度を欠いた。キャンプから調整を一任されてきたが、らしくない内容に、去年の肘の影響があるのかどうか。ちょっとおかしい。悪い球の方が多い。定期的に投げさせる方がいいのか、一回何かした方がいいのか。明日、本人、監督と話をして決めると、斉藤投手コーチ。登板を一度飛ばして、ミニキャンプを行う可能性まで示唆していた。バックを守った巨人の郷選手は、こう指摘しているのだ。開幕投手どころか、どこかおかしいんじゃないかと思いましたよ。万全なら、直球は150キロ近いはずなのに、140キロに届いていない球も多かった。シュート系の球は投げていないと話しているけど、シュート回転どころか、完全にシュートしている球もあった。あれだけ狙ったところに行かないのは、あまり見たことがない。菅野のことだから、何か試していたのだとしても、明らかに変でしたから。まだ肘が痛いんじゃないかと。斉藤コーチじゃなくても、みんなそう感じたと思います。